のお手入れをする前にシューレースを外します。お手入れをするときはシュートリーを入れます。柔らかめの馬毛ブラシで靴全体のほこり、汚れを落とします。普段お手入れしないアイレット周りやコバ部分も入念にブラッシング。クリーナーで表面の汚れや古いシュークリームを落とします。クリーナーを塗るときは直接比較につけず磨きクロスにとって使用します。シミや色の確認のため目立たない部分のかかとや内側から塗布します。クロスをこのように指に巻きつけると細かいところまで行き届きます。ポリッシュクロスを指の腹部分にシワが寄らないようにしっかり巻きつけてください。シュークリームを少量クロスに取り、瓶の縁を使ってクリームの量を調節します。クリームを塗るときはシミや色の確認のため目立たない部分のかかとや内側から塗布します。その後靴全体に塗り伸ばしてください。細かいところまでクリームを塗り込みます。クリームを塗った後にブタ毛のブラシでブラッシングをして、履き際やステッチに残った余分なクリームを取り除きます。ブラシを使ってシュークリームを塗る場合はクリームの色によってブラシを使い分けてください。乾燥後仕上げにグローブシャインで磨きます。余分なクリームを取り除きながら靴に光沢を与えます。さらに革底のお手入れには専用の捕獲クリームを使います。靴底の汚れを落とした後、革底にブラシを使って塗り込みます。レザーソールに柔軟性を与え摩耗を軽減させます。コバのお手入れには専用のインキを使います。フェルトに含ませたインキを容器の縁に押し付けて調整してください。シューレースも定期的に取り替えてください。ツヤ革のお手入れ完成です。最後に防水保護スプレーをかけます。防水保護スプレーは急な雨への対応以外に歩行時のほこりや油汚れの予防にも効果的です。風通しの良い屋外で靴から20センチくらい離して靴全体へ均一にスプレーしてください。